はい、どうも石原です。今回の動画の内容はこちらです。 iPhone 14 ダミーモックアップ全モデル届いたのでいろいろと確認してみたという内容をご紹介していきますので、 iPhone 14 をより楽しみたい人はどうぞ最後まで動画のご視聴ください。また Twitter では最新の発表発売日のまとめのツイートや最新のモックアップ画像、ノッチレスデザインの違和感、さらには9月開催予定の Apple イベント、何が発表されて10月には何が発表されるのかなどなどまとめたり、 iPhone とか Apple に関する最新情報をツイートしていますので、ぜひテック好き石原さんの Twitter もフォローよろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、ということでこちら iPhone 14 Pro と iPhone 14 Max なんですけど、こちらに関してはこの動画で、まあ、ちょっとモックアップ手に入れましたよっていうことを皆さんにねお伝えしました。で、新しく、はい、こちら iPhone 14 Pro Max ね、はい、iPhone 14 Pro Max 来た、届いております。はい、これと iPhone 14 6.1 インチサイズ届きました。なんかペリペリ入ってる、ペリペリ、もう新しいモックアップという感じですね。はい、このように、はい、はい、届きました。これで iPhone 14 全シリーズの、モックアップが、まあ、出揃ったということに石原の手元に来たということになりますので、実際ちょっと違いなんかの確認をしたり、僕が持ってる iPhone 13 Pro こちらとちょっとね、比較なんかもしていきたいと思います。実際に iPhone 13 Pro、そして iPhone 14 Pro、カメラのサイズがむちゃくちゃ違うよっていうね、動画も出したと思います。はい。で、カメラサイズの方が、iPhone 13 Pro が実寸で 3.8 センチ縦横ね。で、iPhone 14 Pro が実寸で縦横4センチだったんで、2ミリの差なんだけど、結構大きさが違うよっていうね、お話をさせていただきました。で、この Max、Pro Max についても、このサイズっていうのがね、どうなっているのかをね、ちょっとね、測っていければなと思います。はい、じゃあね、まず、ちょっとこれ、娘の定規なんですけど、すいません。まずね、iPhone 14 Max のカメラ。3センチほどかなと思います。まあ、2.9.5 ぐらいですね。約3センチとしておく。で、こちら側も、2.9 だな。2.9 にしよう。うん、2.9。うん、こっちもこっちも2.9。2.9 です。はい、2.9。で、まあ、もう一度ね、プロのカメラバンプ測っておきますと、4かな。4センチ。プロマックスの方も、まあ、4かな。もうほんとね、ちょっと、微妙な差なんですよね。まあ、4ですね。はい、4。で、13 Pro が先ほどご紹介した通り 3.8 なんですよ。3.8。うん、3.8 なんですよね。カメラサイズ的にはね、まあまあちょっとこうしておきましょうか。こうね。こうしておきましょう。こちらが14 Pro Max。14 Pro。14 Max で14ですね。で、この14シリーズ、エントリーシリーズなんですけども、こちらが。13の時のカメラとどう違うのかと、ね、いうとこなんですけど、はい。ちょっと、モックの仕上げ方がちょっと違っているんですけど、こちら。これが、13です。6.1 インチの13。これの、ちょっとカメラ部分、ちょっと測ってみましょう。3。ちょっとね、わかるかな？動画でわかるか？作りがちょっと違うんですよ。ちょっと、この、14の方がちょっと、前に出てる。うん、ちょっと出てるんですよ。で、13の方が、まあ、へこん、うん、ちょっとこう、フラット。フラットとは言いませんけど。なので、ちょっとこうね、出っ張っている部分の、そのまあ、傾斜がちょっとある分、サイズ感的にはちょっと、どっちがっていうことはあるんですけど、ただね、一つ言えることは、同じサイズなんだけども、このね、高さが違う分、やっぱり、iPhone 14 シリーズ、iPhone 13 のエントリーシリーズより、カメラがね、アップグレードされてるんじゃないかと僕思います。これ見る限り。こう出っ張ってるんですよ、ここが。で、13は出っ張ってない。うん、あんまりね。ちょっと出っ張ってますけど。うん。なので、カメラ自体の大きさっていうのは、13シリーズも14も変わらないことが予測としては高い。つまり、iPhone 13シリーズの、iPhone 13は iPhone 14のケース、互換性があるんじゃないかと思います。ただ、ここね、浮いてる部分が、
ちょっと、どうなのか。この部分がもしかしたらケースを使った時に、もしかすると干渉するんじゃないかっていうのはね、あるんですけど、僕は iPhone 13シリーズのケース持ってないんで、なんとも言えない状況なんですけど、まあ、ただね、カメラのスペックアップは、まあ、大きさは違わないけど、まあ、ちょっとね、高さが変わってる分、スペックアップは期待できるんじゃないかなというところはあります。で、実際に、はい、こちら。こっちが14、こっちが13ですね。この部分、SIM カードトレイの部分が、はい、位置がやっぱり変わってます。で、ボタンも、やっぱりちょっとね、大きくなってる、14シリーズの方が、うん、かなと思います。で、こちら側サイドも、はい、こうしましょう。こちらが14、13。やっぱりね、ここのボタンの部分がちょっと大きくなってる。はい、こちら。ライトニングですね。はい、スピーカーの穴の部分は同じです。なので、ほとんど13と14、変わり映えがしないで、ノッチも同じですからね。ノッチも同じ。ただ、カメラ部分の大きさじゃなくて、この出方がね、ちょっと変わってきていると。いうことが伺えます。で、こちら、14 Pro Max なんですけども、まあ、カメラサイズはね、14 Pro と変わりません。で、13 Pro だと2ミリぐらいやっぱり大きくなってますね。はい。で、ボタンの配置的なものをちょっとね、14 Pro とモックアップ重ねてみますと、同じ位置です。同じ位置なんだけど、このね、下の部分がちょっと長いと。このまま言うと同じところにポジションありますね。各部位、はい、こちらも同じところにポジションはある、部位のポジションはあるんだけど、ちょっとここがね 6.7 インチになった分、こっちが大きいということになっております。で、アップルマークの方は、はい、見てわかる通り、14 Pro Max の方が若干大きく、ちょっと下目になっているかなという感じが伺えます。はい、ちょっと指紋がね、ベタベタとなっておりますけれども、まあ、こんな感じになっております。じゃあね、実際に14のエントリーモデルの 6.7 インチと14 Pro Max どう違うのか。まずカメラはね、大きく違って、はい、ボタンの方は同じですね。同じ位置についております。ボタンのサイズもね、同じ。うん、同じ。こちら側も同じ。で、こちら側もボタンの配置は同じ。なので、まあ、質感はもちろん変わると思うんですけど、カメラが明らかに違うのと、ここのね、ピル型のカメラカットアウトか、こっちはノッチがつくという状況になります。で、サイズ感的には、今ね、iPhone 14 Max とか 6.7 インチの iPhone 14 Pro Max を購入しようとしている方、お伝えしたいのが、僕の感覚としては、ね、やっぱりね、6.1 インチ、こちらの、がもう絶対持ちやすいです。持ちやすい。うん。やっぱりね、プロマックスになると、やっぱちょっとね、片手操作、僕、手がちっちゃいから、もう、無理ですね。まあ、両手になるか、ここにね、リングかなんかはめてこう、するか。まあ、ちょっとやっぱり大きい。でもね、こう、大画面で動画を見たりする分には、やっぱり大きい方がいいかなという感覚はあります。じゃあ、14 Pro と14。はい。こうですね。こちら。こう、ボタンの各部位がポジション同じです。はい。こちら、押しましょう。はい。こちらもポジション同じ。こちらも同じ。なので、まあカメラ部分の、まあ大きさ、カメラの違いと、まあ最初に言った通り、こちらね、ノッチあり。こっちがノッチレスのピル型のパンチアウトになると。その違いかなと。大きさももちろん同じ。ね。質感はね、公式で発表された時にわかると思うんですけど、まあ高級志向で、まあエントリー志向っていうことになります。このように iPhone 14全シリーズ、今ね僕の手元に、まあ、モックアップ、ダミーモデルですけども、まあ触った感じ、iPhone 13と Pro、ね、このプロも含めて、あまり変わらないんじゃないかと。つまり、デザインはほとんど変わらない。これね、13、13 Pro なんですけど、まあ見てくれは本当に変わらない。ただカメラが若干プロモデルは大きくなるかな。それ以外は、本当に変わり映えがしないデザインかなと。まあ、ちょっとね、実際やっぱこう見てみると、少しやっぱデザインが変わらない分、12、13できて、14も、つまりデザインがほとんど変わらない。カメラ部分のものだけで、ノッチレスになるだけで、ほとんどね、
変わらないなっていうね、印象は受けましたので、13から14に、まあ、機種変更を考えている方っていうのは、性能面を見たら、まあ、進化してるんですけども、デザインからすると、ほとんどね、見てくれのその何、所有欲とか、デザイン的にはまあ変わり映えはしないかなと。さあね、やっぱ iPhone 14、シリーズを狙ってる方、まあ、買おうとしてる方は、まずね、サイズどれにしようか悩んでると思いますし、カラバリもね、公式で発表されたらどんな色になるかワクワクしてると思いますけども、まあ実際、やっぱりね、実用性としては、このサイズですね。実用性。ちょっとこちら邪魔なので、こちら。実用性としては 6.1 インチ。ただね、これね、もう娯楽からエンタメから多分ね、ちょっと、こっちは実用的だけど、こっちはさらに楽しめるんじゃないかと思います。動画も、写真も、まあ、SNS を見たりするのも、カメラでこう、ね、撮影するときも、大画面だから、こっちは結構遊び心満載で使えるんじゃないか。だから実用的で使いたい方はこっちメインだけど、ゲームとか YouTube とか、いろんなね、その、まあ、iPhone で楽しめるエンタメも含めたものを大迫力で楽しむなら、こっちかなと。いう感じはしますので、まあ、やっぱサイズってね、悩みどころではあると思うんですけども、僕は、はい、どれを選ぶかと言いますと、まあ、多分この動画を見ていた、チャンネルを見ていただいている方はもうご存知かと思いますけども、僕はこちら。はい。iPhone 14 Pro の 6.1 インチモデルの、まあ、ブラック系、まあ、ミッドナイトかグラファイトか、ここはね、ちょっとわかんないんですけど、その辺を狙っていきます。まあ、256以下か512以下、ちょっと今ね、若干悩んでるんですけど、僕は 6.1 インチの iPhone 14 Pro をもう買おうと思っております。はい、ということで今回も最新の iPhone アップの情報をお届けしました。またこのチャンネルとは別に、テック好き石原さんでは LINE 公式を精力的にやっております。私の LINE 公式では iPhone の使い方や裏技、そして Apple 製品の相談や悩みのアドバイス、私自身石原のプロダクトとかサービスのご提供、限定動画、定期的なプレゼント企画など、せっかく iPhone ね、高いお金を出して iPhone を買ったからこそ、iPhone を宝の持ち腐れにしないために、ぜひね、新しい iPhone の使い方なんかの発見にもつながりますので、ぜひ iPhone 大好きなら、概要欄にテック好き石原さんの LINE 公式登録してください。そして、ここから毎度おなじみの企画としまして、iPhone ユーザーの悩みや相談や、情報を共有しながら楽しむコメント返信動画企画ということで iPhone に関する新しい発見や豆知識にもなりますので、ここからもう少しだけお付き合いください。で、セナさんが、14 Pro の 256GB を発売日にゲットしたいです。予約して店舗受け取りか配達の2択ですよね。店舗受け取りの方が確実なのでしょうか。いや、確実なのは自宅配送ですよ。店舗受け取りにしてしまうと、店舗にいつ届くか分かんない。例えば夕方に届いた時点で、自分が店舗に行ける可能性も分かんないじゃないですか。だから自宅に届いてもらう、もしくは自宅受け取りにしておいて、ヤマト宅急便の、まあ、配送センター、近くの配送センターに配達されたらそこに取り行ってもいいし、やっぱり自宅配送にしておく方が僕的にはいつも、まあ僕は、いつも、自宅で配送にしてるので、玄関先で受け取りしてます。で、発売日に全部届いてます。予約争奪戦に勝利したら、発売日に絶対届きますから、問題ないと思います。だから、まあ、自宅受け取り、まあ、自宅配送が一番いいかなと思います。で、下村さんが 5G のミリ波対応しますか？いや、これはね、どうなんでしょう。リーク情報としては、ミリ波に対応するっていうのは、ほとんど聞かないので、多分13と一緒なのかな。だからミリ波じゃなくてサブ6のみの対応なのかなと思います。S ブラッドさんが、石原さんはじめまして、はじめまして、チャンネル登録しました。ありがとうございます。はい。いつも動画楽しみにしています。iPhone 8 Plus 使っていて、iPhone 14 Pro Max 購入予定です。おお、非常に楽しみです。あとは空張りですが、発表の時に色を見て検討します。新色のパープル良ければ、が良ければ欲しいのですが、うん。新色のパープルいいね。カラーリングだと僕も思います。実際ツイッターとかではね、投稿してますので、ぜひツイッターの方もごチェックしてください。で、カミスさんが、いろいろなガジェットを持っているけど、みんな USB Type-C なので、いい加減 iPhone 14 も Type-C にしてくれないから、まあ、それは本当にあります。僕も iPhone 14以外は、全部もう Type-C です。はい。あと、
AirPods Pro とか持ってますけど、あの、ワイヤレスチャージングしてるんで、もうそもそもライトニングも使ってないじゃん。使っておりません。はい。ひろきさんが iPhone12 の時からチャンネル登録してました。ありがとうございます。ひろきさん、ありがとうございます。はい。で、プータンさんがチャンネル登録も LINE も登録追加しました。おう、プータンさん、ありがとうございます。感謝でございます。はい。で、LINE での質問にも答えてくださり、ありがとうございます。あ、LINE も質問していただいてありがとうございます。はい。RO さん、iPhone40 Pro グリーン出ますかね？予測としてはね、グリーン出てきてるんですよ。ただ、新色追加として来年の春にもしかしたら、来る可能性もあると言われているので、まあ、どうなんでしょうというところでございます。はい。はい、松崎さんが12ミリから14プロに変えようと思ってます。カメラ性能を求めて、視界が実感できるようなものになるか少し心配ですが、石原さん的に12ミリからの機種変はおすすめできますか？いや、おすすめでございます。カメラ機能は絶対にね、進化します。お求めのもの以上の進化があると思いますので、あとサイズ感もね、アップするんで、よりね、まあ、所有欲も満たされるかなと思う。ただ、操作感、まあ、この片手操作が厳しくなると思うので、そこがちょっと若干12ミニから14プロ、だから重さとサイズ感がちょっとネガティブに捉えると、慣れが必要かなと。その他は、もう軒並みスペックアップしてるので、期待していいんじゃないかと思います。YouTube 用、髪型用さんが髪型が変わって印象変わりすぎ、ありがとうございます。髪型変わりました。はい。で、iPhone 14に関する、色についてのリークを出したときに、桜工房さんが、マジョーラっぽいですよね。マジョーラか、マジェンダ？マジョーラか。うん。なことなこと、そんなわけねえだろうってね。そんなことになるわけねえだろうってね。はい。で、ナツさんが、現状満足している iPhone 30 Pro からの買い替えは考えていませんが、石原さんの最新情報を見て楽しんでいます。あと少しで発表ですね。続々と出てくるリーク情報の答え合わせも楽しみです。いや、やっぱりね、発表イベント見ながら、あ、ここ違ったかっていうポジション、情報が出てくるので、そこもね、まあ、アップル発表イベントのリーク情報をこうリサーチしてたね、立場からすると面白いんですよ。あ、こんなとこが可能性として予測としてあったけど、これはダメだった、違ったんだ、とか。リーク通りに言ってると、あ、これはリーク通りだったんだ、とかね、面白い発見があります。はい。で、今書いたのは私の二重人格のもう一人です。いつもこんなコメントでも切れちゃってますけど、はい。4800万画素で写真撮っても、それを4800万画素のまま、スマホの画面で見れるんでしょうか？うん。写真を、撮った時のカメラの画素数が4800万画素だから、見れます。はい。これは見れます。こう、拡大するとわかるんじゃないかなと思います。はい。で、同じ方が予約するときにカードじゃないとダメなんでしょうか？コンビニで現金後払いとかはできないでしょうか？予約、Apple Store で iPhone を買ったり、まあ、アクセサリー関連を買うときには、その、現金払いとか代金引き換えはできません。ただ、Apple ギフトカードっていうものがあるので、それをコンビニとかで現金で購入して、例えば10万円分の Apple ギフトカードを購入して、それを Apple の ID に、まあ、チャージして、そこから買うので、まあ、現金で買うのと、まあ、あんまり変わらないかなというところがあるんで、買い方としては、まあ、Apple ギフトカードかなと思います。はい。はい。ということで、最後まで動画の方ご視聴ありがとうございました。はい。ではまた次回の動画で。